吉田さんあのビジネスとか投資とかお金に関することまあその他のこともそうなんですけども多分ねリズムなんじゃないかなと思うんですよリズムまあ習慣という言い方もありますけどもまあ今私はねエフクスをする習慣がついていて一日にね多、まあ、いと昨日なんて7本ぐらいその相場解説をその時間ごとにお送りしてるんですよ7本っていうと2時間に1本ぐらいのペースなんですよね2時間に1本で14時間カバーするんですよでそのぐらい FX の動画を専門チャンネルにアップロードしていてでしかもそのほかに別の動画もやってるとで暮らしもその合間を縫ってやってる、まあ、家事もやってるし買い物にも行ったし美味しいご飯も食べたし大和くんとも遊んだし早めに風呂入って寝たしみたいなねリズムなんですよねで今私はビジネスのリズムっていうともう数年前からそんなにね激しくないわけですよ そそれこそアフィリエイトを始めた頃10年前っていうのは24時間毎日誰かと会うみたいなことがリズムになっていてその合間を縫ってマージャンっていうのをケアしたりとかまあ金策をしたりとかねいろいろやってましたけども今はだいぶそのリズムが変わってきてその投資が生活の中心になりますよねでもそうなると投資で稼げるようにはなってるんですよで投資で稼げるようになるからそれを中心に据えてるってこともありますしそうなると投資がお金を生むから。 集客を新たにしてでなんかビジネスをそこで商品出してってことはないんで多分私のねビジネスセンスはそのセールスのセンスですかそれは落ちてるとは思いますよねで落ちてるのと引き換えにトレードオフ投資のセンスは上がってるんで結局あんまり暮らしが変わってないってことになりますけどもまあでもねあの私がすごく助かってるなと思うのは発信続けてるってことなんですねどうしても。 発信を続けていて視聴者さんとの関係性は常にあるんでやっぱりそこでねたまに商品をポロッと出しても、まあ、売れるわけですよ、うん、それこそ力入れておりゃーって言ってねいつぞやみたいになんか商品がね400人に売れたみたいなことはないですけどもね、まあ、今だから去年の今頃、まあ、ちょっと多め大型のセールスして FX オリガルヒっていうのをやってねでそれからあの半年ぐらいはその余力で。 ポポロポロ売れていたところがあって大体30人ぐらいの方に売れたかなっていうのはありますけども、うん、でもまた1周年になりますんでまた別の形でねその FX オリガルヒってものがセールスできるようにもなってくると思うんですよ、まあ、例えばそのオリガルヒに参加した方の中であの FX 全然やったことがない71歳の方今は72歳になっちゃいましたけどもね最初の半年で100万増やしてるわけですよ、うん、それはすごくできすぎだなと思いますけども一、まあ、つの結果ですよね それから FX オリガルヒの前から FX の私のコンサルにあの申し込んでくださってる方初年度は100万円で申し込んだんですよそれはね申し込みがあったんですよコンサルしてくれって私その時 FX のコンテンツも何も出してなかったんでまあいいですよって感じで自分を試してみてもやってみたらまあ利益はその1年間全く出なかったんですよねでもものすごく勉強になったんで2年目もお願いしますみたいな感じでねその方はね申し込んでくださって2年目は200万でやってくれたんですよ まあそうするとすでにもう2年目からね利益が徐々に出始めて200万と100万で300万私の方に支払ってくれたんですけどもそのね倍ぐらい800万ぐらいの利益は出たらしいですねそれからあ昨年になりますけどもね昨年はねついに2000万前後の,あの売り利益が出てその時の,そのコンサル費用も同じように200万払ってくれたんですよ先払いでで あの久保さんのコンサル最後にしたいんですけども感謝を込めて300万払わせてくださいって感じで今年はね300万払ってくれてるんですよでそういった経験をもとに私は FX オリガルヒってものを自信を持ってね出すことになったんであの結局ね自分のの評価っていうのはマーケットがしててくれてるなと思いますよねしかもたった一人の人が私のコンサルに申し込んでくれてそのコンサルをしっかりとやることによって私もあ FX の指導できるようになったなと指導を受ける人が稼げるようになったな っていうのを見てよしじゃあ FX オリガルヒってものを出してみようと思ったらその時に私は維持していた視聴者さんがいたんで今までずっと FX の放送はしていたけども商品出したことがなかったところに待ってましたみたいな感じでものすごいね最初から8名名限定のところ申し込みが20名最初からあったわけですよねだからまあ商品売りまくってない分だけ。 潜在的に買う力っていうのが溜まってる部分はあるかなと思いますよ、ねまあ、ただ私がこれからねコピーライティングのじゃあ商品出しますかって言ったらそれはまあちょっとすぐには出さないかなってところもありますしまたねアフィリエイトの商品出しますかって言ったらそれはまあ時代遅れってところもあるしって感じでこれからどんな商品を作るにしても出すにしてもねどういうふうにしていくかは考えないといけないところありましたねでもやっぱり毎日毎日そういうふうに商品を作るんだ商品を考えるんだっていうリズムができていればまあ毎月でもポンポン出てきてね で月末になったらセールスのための,あのリズムになってくると思いますしそういう風な形になるんじゃないかなと思いますよね、まあ、今私の方はねやっぱこう FX を中心に、えー、回ってましてで最近だとね暗号通貨またねブームが来たっていうか値段が上がり始めたんでそのいいタイミングで私もね暗号通貨今そこなんで買っときますよみたいな感じで放送したらその買っったやつが上が上てるんですよもうなんか運がいいですよねそうなるとね。 うん、暗号通貨はしばらく冬の時代だと思う冬の時代っていうのは少しずつ落ちてるってことなんですよで少しずつ落ちて冬の時代なんだけども上がりかけるよようななってののは何の予兆もないんですよただたまたま私が買ってみたもうねなんか知らないけど元気がないから暗号通貨情報も何もないけども、まあ、みんなが見放した時だから買ってみたって言ったらなんかそれから上がってきたみたいなところがあってねうんだからいいタイミングで変えたなってこの暗号通貨を損ねて変えたことに何の根拠もないんですけどもね何の根拠もないけども なんかブームが去ったから買ってみたってやつですかまあでも結果逆張りになったかなってとことですよでこれからどのタイミングで売ろうかなって今考えてるところなんですけどもそういうふうにして俯瞰してみると YouTube ではねこれから暗号通貨これが上がりますよみたいなそんなニュースがどんどん出てきてでああんかみんなで今みんなで買って後追いで買ってね私が数ヶ月前に仕込んだやつの値段を上げてくれるだなと思うんでもういつ売ってもいいやみたいな状態ですよねだから吉谷さんの,の R34 じゃないですけどもあの 当時も高かったと思いますけども買った後で市場が勝手に価値を押し上げてくれたみたいなあんな感じじゃないですか、うん、だからまたねしばらくあの暗号通貨のおかげで、うん、いい思いできそうだなと思いますよねタイミングがいいですよねなんかね別にテクニカルを使ったわけでも何でもなくって暗号通貨なんてテクニカルもファンダメンタルも何にも使えないですからね単なる勘で買って,て勘で売るしかないんでそれが暗号通貨に対して私がもう出した結論です暗号通貨に 全全くくの理論や裏付けは全くないですそれこそすごい重要な情報をね持ってれば別ですけどもそういう情報っていうのはすでにあの送り人の間でしかか共有されてませんからね <laughs> それこそ貯金が1,000万もない人のところにはもう絶対降りてこない情報ですから、うん、で1,000万もないってことはお金のセンスもないんで、うん、勘が働くってことも基本的にはないでしょうしねでそういう方のところには有益な情報が YouTube を通じてでも届かないというふうな仕組みなのかなと思いますよね。 まあです、ね、私もねどっからか情報を取って買った売ったじゃなくて暗号通貨に関してましたまあただひらめいてる時なんですよね <laughs> 私からの情報源みたいな感じですよねどこの情報も見てないみたいな <laughs>、うん、だからなんかね暗号通貨に関しましては私はねちょっとこうコミュニティを作る気にはやっぱならないですねもう、うん、だからコミュニティ暗号通貨で作ってる人って大抵そのアフィリエイトなんですよねまあどうなってるんですかね、はい、まあ私の場合は NFT が この1年もだいぶ育ってきたんで今年は大きくブレイクするかなというところですね NFT に注目をということで今回は以上です。